いらっしゃい。いらっしゃい。Daddy. Kirito. Yoshi. Nani, nani? Oni-chan, iku yo. Oni-chan, yoroshiku.
デザイン的に何か足りないって感じがする。こう、なんていうのかな、別の何かと対になってて、一つのデザインとして成立するっていうか。私の名は太陽のペンダント。ありがとう、私を見つけ出してくれて。うわあ、しかも喋った。その勇者たちにぜひ叶えてもらいたい願いがある。聞いてもらえるだろうか。私と月のペンダントを再び巡り合わせてはもらえないだろうか。彼女とせめてもう一度。光が消えちゃった。聞いてきたよ。やっぱり占い師さんのセリフ変わってた。うん、太陽のペンダントと月のペンダントはペアのアクセサリーなんだって。名を馳せた若き天才彫金師が自分の思い人のために作ったペンダントでね。二人はそれぞれ太陽と月のペンダントを首にかけて互いの愛を誓い合ったの。そして仲睦まじく暮らしていたんだけど、そんな幸福も長くは続かなくって、禁忌を犯し神に嫌われた二人はついに引き裂かれてしまったってことらしいの。そう、そこはちゃんと話してくれなかったけど、彼女は神様の手によって天空の世界へとさらわれ、二人は決して会えなくなってしまったの。その時彼女の落とした月のペンダントが85層に落ちたんだって。二人はもう死んでしまったけど、思いのこもったペンダントを引き合わせれば彼らの寂しさも和らぐだろうって。あげようね。
Thank you.